今週の出雲ラボは ESP32 を使って Wi-Fi クロックを作ってみました。電源投入時からいつでも正確、時計合わせの必要なし、思った以上に便利な Wi-Fi クロックですが、作り方は簡単。いくつかの部品と PC と Wi-Fi があればすぐ作れます。よかったらぜひチャレンジしてみてください。こんにちはったらこんにちは、いずもです。今週は先週作った7坪タイマーに時計機能をつけたというお話です。 ESP32 の Wi-Fi 経由で NTP サーバーに時間合わせに行くので、電源を入れればいつでも正確、時刻合わせの必要がないというのは想像以上に快適です。電波時計もいいんですけど、家の中だとあんまり繋がってくれないじゃないですか。それよりは全然信頼できます。作り方はめっちゃ簡単なので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。では早速出来上がったものを見ていただきましょう。出来上がりはこんな感じ。リセットボタンとモードボタンがここです。電源入れました。通信してます。時刻合わせが終了しました。モードボタンを1回押すと、タイマーモード1に移行。リセットボタンを1回押すと、カウント開始。もう1回押すと、カウント停止。もう一度押すと、再開。一旦止めて、長押しするとリセット。カウント再開して、しばらく待ってから、モードボタンをもう一度押すと、タイマーモードになります。このモードでは下の桁が分です。ここでもう一度押すと、タイマーモード1に戻ると。時計モードに戻るには長押し。もう一度タイマーモードに戻しても、実はタイマーは継続しています。タイマー止めて、リセットして、こっちも長押ししたら時計モード。こんな感じです。はじめに動きを見ていただきましたが、ここからはこれの作り方について解説してみましょう。もしも同じものを作りたいという方がいらっしゃったら、このまんまやれば特に障害なく作れるはずです。で、Wi-Fi クロックとは何ぞやって話なんですけど、家庭内の Wi-Fi に接続して、ネットワーク上の NTP サーバーに接続。サーバー上から時間情報を入手して、時刻を表示する時計です。当然、電源入れてすぐに時計は合ってるし、ずーっと使っててもずれません。じゃあ NTP サーバーって何よって話なんですけど、GPS とか原子時計とかの正確な時間情報源から、時間合わせをしてくれる便利なサーバーってことですね。Windows とかスマートフォンもこれで時刻合わせしているようです。ここから使用パーツです。これが肝心の ESP32 モジュール。秋月で買いました。こんなに高かったかなというイメージですが、今は1600円らしいです。Amazon でもやけに安いのとか売ってたりしますが、ちょっと不安。履歴だけは確認してください。最近おなじみの7セグモジュール TM1637 でシリアル制御できます。詳しくは前回の動画を見てください。リセットとモード切り替えに使っているのがこのタクトスイッチ。押すと接続するタイプです。回路図はこう。スイッチと7セグをこの通り繋いでください。出来上がりがこんな感じになります。ブレッドボードの場合、14番ピンと18番ピンは、グランドピンの2つ隣になるので、うさっと刺すだけで、ジャンパーがいらないのでお得です。ちょっと説明してなかったんですが、この LED はタイマーモードでだけ1秒ごとに点滅して、タイマーモードの1と2で点滅パターンが変わります。7セグモジュールの表面に、
0.2 ミリのプラ板を貼って目隠しにしました。ちょっとおしゃれにしたつもり。このうちちゃんと筐体に入れたいですね。ここで CM です。ここからはプログラムの方の作業です。余談ですが、マイコンのプログラムはファームウェアって呼ぶとクロートっぽいです。ちなみにファームウェアっていうのはソフトウェアとハードウェアの中間みたいな意味らしいです。知りませんでした。それはさておき、まずはビジュアルスタジオコードのダウンロードから。マイクロソフトストアから入手するのが簡単でいいかと思います。こっちをダウンロードしてインストールしてください。インストールが終わったら、拡張機能で C++ とプラットフォーム ID をインストールしてください。プログラムは丸ごと Git に上げておいたので、ここのアドレスからダウンロードしてください。ここのコードからダウンロード ZIP で塊で落としてくれます。ZIP ファイルを解凍すると中にこのフォルダーがあるので、これを適当なところにコピーしましょう。コピーしたフォルダーを Visual Studio Code で開きます。ソースの下のmain.cpp を開いて SSID とそのパスワードを入れてください。セーブするのを忘れずに。までやったら USB ケーブルで ESP32 モジュールと PC をつなぎます。で、ここのボタンがビルドです。こっちがダウンロードボタン。ビルドがうまくいくとこんな画面になって緑のサクセスが表示されるはず。ダウンロードするとこんな画面になります。うまくいきましたでしょうか？ ESP32 を使うのが本当に初めてで、接続がうまくいかない場合はドライバーが入ってない可能性があります。シリコンラボのドライバーが必要なので、ここから落としてください。だいぶ飛ばしてきたので、なんかうまくいかないとか、ここのやり方がわからないとかありましたらコメント欄にどうぞ。最後にざっと使い方を紹介しておきます。この回路にはモードボタンとリセットボタンがあります。電源投入時は時計モードになっていて、モードボタンを押すとタイマーモード1。これは分と秒を表示します。もう一度モードボタンを押すとタイマーモード2になって表示は時間と分。以降はボタンを押すたびにタイマーモード1と2を行ったり来たりします。時計モードに戻るにはモードボタンの長押しです。リセットボタンも似たような動きで、リセット状態から1回ボタンを押すとカウントが始まり、もう1回押すと一時停止です。ボタンを押すごとにカウント開始と停止を繰り返しますが、長押しするとリセットです。実はここの動作をプログラムにするのが一番面倒でした。JD ではないですが、プログラムというのはイメージの世界で、変数だとか条件分岐の動きをいかに詳細にイメージできるかが勝負になります。このイメージができないと動作を実現できません。マイコンのプログラムだとスイッチのチャタリングみたいなのもイメージしないといけないので大変。いやー久しぶりだったのもありますが、イメージ力の衰えを感じました。年は取りたくないものです。とりあえず動けばよかろう的なノリであちこち目をつぶりまくりもなので、プログラム的にはかなりあれですが、なんとか動きます。よかったら試してみてください。というわけで ESP32 で Wi-Fi クロックやってみました。これ本当に便利なんですよ。ちゃんと使います。普段は時計として、撮影時にはタイマー小道具としても役に立ちます。今後の企画にも活用していきたいと思います。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。次回 ESP32 のタッチセンサー機能を試してみようと思っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。